はい、こんにちは、ゾイズキングのホルミです。はい、このチャンネルはおもちゃ買い取りトイズキングのスタッフがフィギュアやカードをデビューするチャンネルでございます。さて、今日ご紹介するのは今ホトトイズ祭りだからね、いいものがあるよ。これはコアなファンが多いと思います。それはこちら、ダーン、イエス、ロボコップ、ボボコップロボコップのムービーマスターピース大キャストで、6分の1スケールの MMS202D04 っていうやつです。マフィー、これやっぱり大キャストだからこういうボックスになっております。中はね、発泡スチロールの箱ですね。で、ここの下がね、キラリキラリって光るんですよ。いいね。さて、これをマーフィーを改造していくぞイエイ。はい、こちら付属品の紹介ですね。これが胸のダメージパーツですね。すごいよ。なんだろうこれ、わけわかんないいつもあのアイアンマンだとかばっかり見てるからそしてこちらがね、この手は、手とこのニョキって出てるやつ、多分記憶が正しければ映画の中で自分をこうどっか直す時にこれ出してたと思うんですよね。その手だと思います。そしてホットトイズさん、やはりロボットといえば指パキパキ、お手手がついております。もう真っ黒で、もう艶がもうすごいっすよ。んでもって、はい、こちらマーフィー、まあロボコップが愛用しているオートナインです。で、こっちの真っ黒の方がダイキャストですごい重いんですよ。やばいぐらいに重い、こういう風になっております。で、こちらがプラスチック製のオートナインです。これはね、ちゃんとギミックがあって、ここが後ろになって、多分これも、あ、これはマガジンは取れないもんねなんだよそれ。で、プラスチックのオートナインは銀色のところがありますのでね。そしてこちらマーフィーのフェイスパーツ、フェイスっつってもまあ口元だけだけど、これだけです。ふぅにいいって感じで3つございます。そしてダメージの、なんていうの、ヘルメットっていうか頭、頭部のやつですね。これ綺麗にできてるんすよ。でね、これね、怖いのがね、見えないかもしれないけど、ここからね、目が覗いてるんすよ。怖えよ、近くで見ないと分かんないけどね、めっさ怖い。はい、そしてこちらも付属品として台座とバッテリー、そしてこれはね、磁石ですね。このマーフィーさん、声が出るんですよなんでやねんって思うんだけど、バッテリー入れるところがちょっとね、普通では取れないので、この磁石でスポンって取ってバッテリー入れます。そしてこれもね、バッテリー入れて、はい、こちらロボコップマーフィーさんですね。ダイキャスト、まあ、全高約30センチで、もうダイキャストだからもうすごい重いですよね。ずっしりときます。で、こちらはどこかにスピーカーがあって声が出るというロックフレーズかなんか喋ると思います。でね、右ももがね、開閉可能でオートナインが収納できるというね、特権付き、特権っていうか、うん特権付きっすよ。いいね、マフィーさんいいね。足をこうガコンって外に出した今状態なんですけど、これで可動範囲広がりますね。肩もなります。胸のプレートを取ったら、右の胸のところにスピーカーがございました。ここから声が出るんですね。それでもって、ここの太もも、はい、ここの太もも、これもうちょっと前に出さなきゃいけないけど、よいしょ、前に出して、これ足をね、ちょっとクッと曲げると、ここ横のところがパカッて開いて、オートナインを収納できるホルダーが入ってまして、これもね、引き出せるんですよ、こうやって。で、ちょっとこれダイキャストですけど、を入れて、ダイキャストのやつ入れて、まあこれ
できる。すげえ。でもそうすると右の太ももっていうか右の足がもっと重くなります。いいギミックっすね。でね、足のねハイドロリックみたいなやつ、これがあるんで足のね可動がねちょっと限られます。折らないように気をつけましょう。じゃあちょっとね可動範囲お見せしましょう。重いからね。では普通でも割と上に上がります。で肘はこれだけですね。で手首がちょっとこうイッイッとね動きます。でこれ引っ張るとこれ出てくるんですよね。ウェーウェーめっちゃ動くよっていう。わーっ、こういう風に動くね、すごい。で首がねこう上上下横でこうなります。でもってね足もね引っ張り出せるんですけど、引っ張り出さない状態だとまあ大キャストだから重いっすね。あれこうか、あんまり上げるとガタンってなっちゃいます。これがあるから怖いっすよ、ね、これ、膝はこれぐらいしか曲がりません。カチ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 。でね、足、よっ、足首はこう、まあまあ曲がるんだけどね、なんかするとね、これがね、ポコンって外れるんで、気をつけて。で、足はね、全然曲がらない、横に。で、つま先ちょっと曲がります。膝もやっぱりちょっと、あんまり曲がらない。で、パコンとやったら、これもパコンとやったら横にこれぐらいか。どっちにやればいいの？こうこれぐらい。なんかあこういう風に座らせる。あ壊れた時、壊れたっていうか、やられた時にこう壁にあれしてうーってなるシーンあったような気がする。一応こうやってねやられたっていう。座らせることもできる。うわ、なんで？すげえ。発見。でね、さっき言ってた声、ボイスはね、前の胸のところにあのスピーカーありましたね。で、バッテリーがね、ここの後ろなんですけどね、これね、手で取ろうとしてもできません。磁石あるんですけど、磁石でパクティってやると取れる。それでここの中に単語のバッテリー、あれを2つ入れて、そうすると喋るようになります。リモコンはね、ロボコって書いてあった台座のやつあるじゃないですか、あれのね BO のところをバチッて押すんです。それがリモコンになります。でね、やばいのはね、体がねやっぱりねロボットだから硬いんで、これ曲がらないの。もう横には一応ちょっと曲がるんですよね。これだけかな、可動範囲は。ダメージ受けて座って、まあ後ろに壁があると思ってください。ダメージ受けたマーフィーさんを表現してみました。なんだろう、アイアンマンとかではこういうことできなかったような気がする。テカテカですごいいい感じ。これ割と最近、まあ最近つっても2014年に発売されたものですね。いやでもダイキャストだし、ほんとロボット感がすごいっすよね。やっぱり80年代の映画、ロボット映画はすごいわ。で口も変えてみました。うーって見えないだろうな、これ目が本当はちょっと見えるんだけどね。座らせていいね。いいよいいよ、マフィさんナイスだよ。これ銃持つときはやっぱりこのパキパキおててを使うしかないっすね。で胸のダメージです。また映画見たくなっちゃう。
というわけでロボコップ、マフィー、ダイキャスト、ホットトイズ、どの順番だでございました。でね、最後にね、ちょっとね、これこういうので、ここのね、なんかわけのわかんないところ、ここをここにこれひっつけるとパカンって取れるんで、ね、これひっつけるときもこうでございました。ホットトイズ祭り、次も楽しみにしててねそれではまたお会いいたしましょう。ラウス。推しか、まあ、事実上ちょっと絶版になってるもので、かなり価値のあるブラックゼウス、ネロマシンとか、僕にとっては世界一の宝物になるんですよね。